ルーナは小説家、歌手、ミュージシャン、音楽プロデューサーでもあるという日本のマルチアーティスト。別名義に月姫。月姫は本名であるが、本名ではルナと読み、その英語表記がルーナである。彼女は日本の雅や和の美しさの要素を自らの文章と音楽で表現している。その活動範囲は文壇から音楽活動までと幅広い。ルーナの祖父は、 イギリスのウェールズ騎士の血筋で、イギリス系クォーター。祖母は生後前の直径筋で末裔でもある、と、書籍や公式ホームページに記されている。北海道生まれだがウェールズで暮らしていたため、小学校4年生まで英語しか話せず、日本に暮らすようになってから、日本語を学んだ。大和言葉、平安言葉などの個々や、ラテン語、ケルト語、ウェールズ語、ブルトン語、 コーンウォール号を操る。京都や名古屋、アメリカのシカゴに暮らしていたこともあり、人生の半分は外国生活。3歳の時にクラシックピアノ、7歳の時にギターを始めた。両親がレコード店を経営していたことがあり、その店は楽器店も兼ねていた。そこで様々な楽器に触れ、ベース、ドラム、サックス、ティーン、横笛、こと、ビワ、シャミセン、 ハーディーガーディーなどの楽器を演奏できるようになる。初めてバンドを組んだのは小学4年生。同じ頃イギリスのブラッドフォードで行われた街の大きなお祭りイベントでクラシック曲をエレキギターで弾いていた。そのことがきっかけで様々なライブに参加することとなりギタリストとしてプロデビューする。その後所属していたバンドの作詞、作曲をするようになる。小説家としては おとぎ造史や、今昔物語集等の回帰端から、源氏物語や、平氏物語、方言物語といった、古語、和歌、歴史等の古典に精通し、近代物は、上田秋成の、右月物語等の古文学にも明るい。平安の雅さ、戦国の強さと、悲しさ、江戸の絢爛さ、幕末の儚さ等を、彼女の思う、古き良き日本を、自らの中で具体化し、 文学と音楽の両面から発信する和をベースにしたマルチアーティストである。彼女の音楽は古典の翻訳や外伝小説をもとにした楽曲をその言葉や舞で表現したものである。サウンドは1980年代のメインストリームであったスタジアムロックを基調とし、画学の調べ、信頼や今用といった日本上司の順法学から、 中島みゆきにも影響を受けた叙情的なメロディを持つ、重厚なハードロックである。ABCDEW100 女性経営者。ABCDEFGHW100、ギタリストハット AB 乙女の舞し五かみ私の、お稲荷さん ABC 月姫稲荷。公式サイトハット ABCD ルーナオフィシャルサイト、待つ女追う女うげつ物語。ありがとうございます。